ごきげんよう。今日の報酬は前払いよ。ちょっと付き合ってもらえるかしら。まったく、たまには嫌な顔しないで付き合いなさいよ。カフェでまったりするのも久しぶりね。ステージ後は注目を集めすぎてお店にも入れなかったし。衣装のために食事制限？そんなことしないわよ。我慢しない女の子も魅力的だと思わない？こんなところでお茶してたら学園中の噂になっちゃうかもしれないわね。奇跡のアイドル一般男子とってね。しれっとした顔してるけど、もうちょっと慌てるとか照れるとかないの？アイドルが目の前でお茶してくれてるのよ。この衣装の上にケーキでもこぼしたら大変ね。安全に食べさせてくれるプロデューサーはどこかにいないかしら。そういえばこの衣装ってポチが考えたのよね。斬新な衣装なのになかなかの完成度だわ。なんだかどこかで見てきたみたい。生徒の入場の時に配ってた光る棒ってあなたの発案でしょ？あれのおかげでかなり盛り上がったわ。やっぱりアイドルはみんなの模範であるべきね。礼儀も勉強ももちろん剣も。そういうわけだから後で鍛錬に付き合いなさい。まあ今回ポチはよくやったんじゃない。衣装を考えたり私たちのサポートをしたり。素直に喜びなさいよ、褒めてるんだから。私たちの持ち歌なんだか癖にならない？あれ以来気づくと口ずさんじゃうの。うちの宮廷作曲家も結構やるわね。また機会があればアイドルをしてもいいわ。練習もステージもまあまあ楽しかったし、ポチだって同じ気持ちでしょ？あの時かなり練習したステップも今じゃもう完璧に踏めるようになったわ。剣を振る時に出ないかだけは心配ね。ステージ中いやらしい目の観客がいたのよね。見覚えがあった気もするけど、ポチ何か心当たりはない？今や学園ではすっかりアイドルブームね。私がこんなに人気になっちゃって寂しい？今日くらい正直になってもいいのよ。ローズ先輩ってやっぱりすごい人だわ。私だって負けないように頑張ったけど。負けてない？それはありがとう。プロデューサーとしてのあなたは割と信用してるわ。ちゃんと指示にだって従ってあげるんだから。ほらアイドルの私に何をしてほしいの？誰かを応援することは推しっていうみたい。もちろんあなたの推しは私よね。立場は気にせず正直に答えなさい。暗い夜に美しく光る星、なんだかステージを思い出すわね。今日の観客はあなた一人だけだけど。
水色とピンクの光る棒って私たちの衣装になぞらえた色だったのね。で、あなたはどっちを振っていたのかしら。ステージに立った時の感覚、今でも覚えてるわ。興奮して指先まで熱くなるあの感じ。そのありがとう、あの場所に立たせてくれて。最近ファンレターをもらうようになったんだけど、ラブレターが紛れ込んでることも多くて困るわ。せっかくだし、また恋人のふりでもしてみる？人の前に立つのは慣れてるし、剣で鍛えた運動神経も備えていて、しかも可愛い。私ってもしかしなくてもアイドル向きよね。ポチのお姉さんも困ったものよね。練習の間何度も探しに来るんだもの。その度にごまかしてあげたんだから感謝しなさい。あなたがプロデューサーをやってたこと本当に公表しなくていいの？私はあなたのことちょっと自慢したいんだけど。あなたはプロデューサーとして頑張っていたけど、これからは私専属の付き人にしてあげる。精一杯働きなさい。今度ステージをやるなら屋外でやってみたいわ。綺麗な風景をバックに踊ってって私に釘付けで景色どころじゃなくなりそうね。ポチって普段目立たない分、他人を目立たせるのは得意なのかもしれないわね。あなた、今までで一番喜んでない？今回はローズ先輩と組んだけど、次やるなら別の人ともやってみたいわね。シェリー先輩はちょっと踊れなさそうね。アイドルは恋愛禁止？まあ私には関係ないわ。でも誰かを惚れさせちゃったら仕方ないわよね。あの乱入者って結局何だったのかしら。どことなく夏目に似てたし、それをコテンパンにできたのはすっきりしたけど。